皆さんこんにちは、こまちです。っていう、息子がよく見てるゲーム実況の YouTuber さんのモノマネで始めてみました。よろしくお願いします。今日も一人でこのテンションでやるの大変なんだからな。今日はね、ちょっとまあ雑談系なんですけど、金谷さんと明さん の貯金企画をさ、1年間やったじゃないですか。あれ1年間やってみて、改めてね、その節約っていうのは消費のセンスを磨くことだなというふうに最近ちょっとちょくちょく言ってるんですけど、思ったんですよね。うん、だからそこについてね、話をしていきたいなというふうに思っています。まあ節約っていうと、こうお金をね削って、なんかどんどん日々いかに安いものをね買って、でお金を削っていくかみたいな、そういうイメージなんだとをされる方がね多いと思うんですけど、まあ要はケチな暮らしをしようみたいな、そういうイメージですよね、節約生活って。だけど僕が2014年ぐらいですかね、節約大全っていうウェブサイトを作ろうと思った時に考えたことが、節約するその人の文脈に乗っかることによって、まあどんな色にでもなるっていうことだったんですよ。でそのサイトのトップページ下部にね、今本の前書きをイメージして、そういう位置づけで書いた文章があるんですけど、本当にそういうことをちょっと書いてあるので、お時間ある方はちょっと読んでみてほしいなというふうに思うんですけど、で、馬予算向上計画っていうのは、彼らがね今までお金の流れ、どんなことにお金使ってるのかみたいなことを意識せずに、こうダラダラと使っていたお金の流れっていうのを把握して、削れるところは削る、あとポイントとかね、そういうお得に貯められるものっていうのを、お得にもらえるものは、もらうっていう生活を、まあ、ちょっと意識してもらって、でそれでこう今の暮らしでお金が貯められるっていうところをちょっとね見せてほしいなということで始めたものなんですけど、今言ったことを意識しただけである程度の成果っていうのを出すことが、できましたよね。まあ独身のおじさんなので、貯めたお金っていうのは彼らが自分が好きなように使えるっていうことで、今回は一口馬主の馬代に当てようっていう、そういう企画だったんだけど、これがね例えばそのおじさんじゃなくて夫婦2人でやってる、まあ、旦那さんがそれをやっていたら、奥さんがやったらとか、あとは子供のいる家庭だったらとかっていう風に、いろいろとこうその人の文脈に置き換えてみることでですね、その出口はもういかようにでも変えられるじゃないですか、どんなことにお金使うかっていうところは。なのでその節約で重要なことっていうのは、まあ、何のためにその削っているかっていう出口ですね。その削ったお金を何に使うか、削って貯まったお金を何に使うかっていう出口をしっかり意識していくっていう出口戦略だと思ってます。一番大事なことはで、何のために生活費削って、まあ、お金貯めるのっていうことを意識しないと、それを答えられないとね、何のためにそれやってんすかって言われて、何のためにっていうのを答えられないと本当に意味がないかなというふうに思っています。まあ貯金なんてできる収入じゃないから、その強制的にその節約生活っていうの、使えるお金限られてるから、もうそれでやりくりせざるを得ない日々の暮らしでいっぱいいっぱいなんですよっていう人もいると思うんだけど、だからそれならそれで、まあ、そもそもその入ってくるお金をどう増やすかっていうところに意識を向けていかないと、今の暮らしって良くならないじゃないですか。そういうところに力を注がないといけないから、まあそうした方がいいんじゃないのって思うんだけど、でもまあそもそもそういう人はうちのチャンネルを多分見てないと思うので、まあうちのチャンネルのこう今の視聴者層というか、見てくれてる、見てくださってる人が、まあ、どんな人が多いのかなということを考えた時に、やっぱそういうことだと思うんですよね。でお金の使い方って本当にとても大事で、まあ節約っていうのもお金の使い方じゃないですか。どうお金をなんか使わないかみたいな、最低限に抑えて出口をどういかに絞っていくかみたいなことだと思うんですけど、それも使い方ですよね。だからまあその消費のセンスっていう言葉を使ってるんだけど、馬予算向上計画初期の金谷さんで思い出してみてほしいんだけど、あれまるでセンス、本当にもうセンスがまるでないお金の使い方をしていて、だからそもそも何にお金使ってるのか分かんないみたいな。決して給料安いわけじゃないですからね彼は。はい、だけどなんでお金残んないのかもう本当に分かんないみたいなことを彼は言ってましたから、センスがない消費をね彼はしていたと思うんですよ。だからその月にね、まず5000円から始めてね、で馬予算をそれで来年のシルク、あまあどうせね分割で今お金ないから分割で申し込んでそれを払っていくっていうのをやるんだったら、もう今年のうちに貯めちゃってそれでっていうふうにやった方がいいじゃんっていう話をして、で5000円ずついいからまずやってみようよって言った時に、それでも5000円なんかもうないよみたいな感じでちょっとブーブー言ってたんですよ裏では。だけどそれが最終回はね、見たでしょ、7万6000円持ってきてるんですよ。月に7万6000円貯金するってなかなかじゃないですか。そんな給料変わってるわけじゃないですよ。まあまあ確かにもちろんね、ボーナスがあったり臨時収入があったりとかっていうのは当然あるだろうけど、なんか年収ベースって別にそんなに変わってないにもかかわらず、全くないって言ってたのところから7万6000円こうひねり出せるところになっ
みんなで来ているっていう話なんだから、まあそう、お前どんな生活をしていたんだよっていう、うがよさん工場計画をやってみて、一番こう、その消費のなんかセンスみたいなのは、ちょっと考え方を変えるだけでこんなに変わってくるのかっていうところが、まあ出せたんじゃないかなというふうに思っています。金谷さんの話ばっかりしてもあれなんで、僕の話をすると、もともとね、給料がこう、激安の会社員を、まあ、愛知県でやってたんですけど、なんとかね、その、嫌だったんですよね、それが。本当にそれが嫌で、なんとかその収入を増やしたくて、副業を模索していたりとか、いろいろこうそれでもいろいろ失敗してね、ネットのマルチで、損したとか、そんな話もしたじゃないですか。まあ前金谷さんと一緒にその副業の話をした動画っていうのがあるので、ダーン、はいはい、これです。この動画で話したんだけど、いろいろ失敗したけど、なんとか今の自分があるっていう。だからまあ詳しくはね、その動画見てほしいんだけど、それから30歳の時に僕転職をして神奈川県に来て、で35歳でそれをきっかけに35歳で独立をして今に至るっていう感じなんですけど、僕自身は最初ね、事業がうまくいった時に、まあめちゃ調子に乗って、やっぱ結構ね、まあ、うまくいったんで、まあ社長の仕事は、人と会うことだよみたいなこと言ってね、飲み歩いてこうとか、まあ調子に乗ってましたよね。ね、それでもうちょっとやっぱ会社がね、本当にこう傾いたことっていうのもあって、そんな経験をして、まあ今があるんですけど、そんな紆余曲折を経て、思うことは、そのお金というのはですね、本当使ってみないと、なんか自分の中の許容度みたいなのが上がらない、使わないとダメなんですよね、だから消費のセンスなんですよ。最近株クラスター、クラスターっていうとあれだけど、株クラの人たちのツイートが、まあ、よく流れてくるので、株をやってる人、特に、配当株とか優待株とか、まあ、インデックス投資家みたいなその人で、そのマジでお金をね使わねえなーっていう、お金使わない自慢みたいなのがいっぱいこうツイートで流れてくるんですよね。はい、なんか爪に火を灯す暮らしをして、でそれを株に変えて、で金融資産がいくらみたいな、2000万に乗りましたどやみたいなさ、そういう人がいるんですけど、まああれもね、その逆の意味で、金谷さんさ、逆の意味でちょっとセンスがいいとは思えないんですよね。具体的に例えば、その20歳大学生です、父親から、贅沢をしてはいけない、無駄遣いをしてはいけない、お金は全て株にしなさいと教えられてきて、まあなんかようやく資産が1000万円に乗りましたみたいな、20歳大学生ですよっていうつぶやきをしてる人がいたんですよ。まあ、本当かどうかわからないけど、ツイートだから。大丈夫かなっていうふうにちょっと心配になるレベルで、無駄遣いっていうのはしてみないと本当にそれが無駄かどうかって分かんないじゃないですか。浪費かどうかなんか分かんないんで、人は失敗しないと学べないんですよ。もうあんなことにお金使っちゃってどうしようとか、会って初めて、あ、もうこういうことはやらないって思うわけじゃないですか。だからそれがなくてね、お父さんの教えだとしても、それが答えだって言われてもその通りに生きてきて、それ大丈夫なのかな。まあまあ20歳だから、これからいくらでもね、いろいろあるだろうけど、ちょっと心配になるなっていうふうに思うんですね。はい、そのなんか20歳大学生 の、 父親ってかお父さんもね、いろいろこう回り道をして失敗してたどり着いた答えっていうのがそういうことだったのかもしれないですけど、だけどなんかそのお父さんの生きてきた人生の文脈っていうのに、その子は乗っかってないじゃないですか、息子に関しては。分かんないけど、お父さんそうやって言ってるし、お父さんなんか例えば老後に悠々生きていけるような資産みたいなのを持ってるんだと思うんだけどね。だからそのお父さんに憧れて、あ、お父さん親父がそうやって言ってるからって思ってるのかもしれないんだけど、お父さんの今っていうのはなんかいろいろこうギューって、お父さんの人生をギューって絞りかすだと思うのね。そこにね、こうギューって絞った甘い汁みたいな、ジュースみたいなところにお父さんがいろいろこう失敗してきたエキスが出てるわけじゃないですか。でそれを経て今のお父さんがある、絞りかすですよ。その無駄遣いするなとか、金は全部株にしとけみたいなことっていうのは、最後に残ったものをだけを鵜呑みにしていくのっていうのは危険なんじゃないかなというふうに、まあ、思うっていうことですよ。お金を貯めといてどうすんのっていう話なんですよね。その死んでもあの世にお金持っていけないってよく言いますけど、本当にお金持っていけないじゃないですか。もう燃やされるだけですよ、お金、あの棺桶の中入れたって。数百億規模のね、あの資産が、まあ、残ってればまた 別の考え方もちろんありますけど、その普通にこうね、残っててもしょうがないんじゃないですか。そういう部分からも消費のセンス、お金の使い方っていうのは非常に大事だなと思っているという、はい、たまたまかもしれないけどよく見かけるので、最近特に。そう、あとね、これはちょっと偏見かもしれないんですけど、土地持ちの人、土地を持って不動産収入みたいなので暮らしている人っていうのも、まあそういう考えの人が多い印象なんですよね。特にこの先祖代々こう土地を守ってますみたいな、先祖が残してくれたものを土地だとか不動産とか守って、それでこう
なんだ、賃貸の収入でとか権利収入的なもので暮らしてる人ですね。それまあなんか同じような考え方の人が多いなというふうに思ってて、昔ね僕その若気の至りなんですけど、まあ、調子に乗っててポルシェとか乗ったことがあって、斉藤佑樹さんが欲しいって言ってた、SUV のポルシェですよね、はい、であれに乗ってたことがあって、でそれを買う時に当時住んでたマンションの駐車場、まあ、立中に入んないから幅の問題で入んないじゃないですか。別のね外の駐車場っていうのを借りないといけなくて、その近所の地主さんがやってる駐車場をね借りて、まあだからそこで車庫証明取らないと車が買えない、その契約をしにね、その事務所、その地主さんの事務所に行ったんですよ。あとね、大きい車乗るんだって、買うんだってみたいなことを言われて、すごい説教されて急に、なんかねもう贅沢しちゃダメだよみたいなこと、すごいなんか急に怒られて、駐車場俺借りるんですけどみたいな、お金あなたにお金払った駐車場借りるんですけどっていう時にそうやってすごい説教されて、なんか自分がねそのもうおじさんだったけど、自分がいかにそのお金を使わない生活とか、車なんかもう20年だかもう乗ってるなんかビスタかなんかトヨタのビスタかなんかもう私は乗っててねみたいなことを言われて、いやなんか本当にとうとうとそういう生活、いかにお金なんか使っちゃダメだ、自分はなんかそれで金融資産がどれぐらいあってみたいなことがあって語られて、調子に乗っちゃダメだぞみたいなことを言われて、あすいませんとか言いながら、あでもすいません駐車場貸してくださいって言ってご飯を押して説教されて、何だったんだな、なんだこれと思ったことがあって、でやっぱりそういう考え方なんですよ、お金が使っちゃダメだと。それでこう確かに守るものがあるんでね、その土地だとか不動産とか、まあそういう考え方になるのもまあしょうがないのかなと思うんですけど、その時はねちょっと腹立ったんで、あのじじいと思ってもう1ヶ月で解約しましたけどね、車庫証を取ってもうすぐはい早くバイバイみたいな、ダメですよそんなことしたら。すいません、ちょっとまた話が長くなっちゃったんで、もう結論に行きます、はい。まあ、消費のセンスを磨くっていうのは生きたお金の使い方をしようっていうそういう話なんですけど、生きたお金の使い方、自分の中に経験値がたまるものにお金を使っていくっていう、まあそういうことだと思うんですよ。それは本でもね、趣味の道具でも、車でも家でも時計でも、なんか高い飯でも女でも海外旅行でも馬でも何でもいいんですけど、それをすることでその自分のねコンフォートゾーンみたいなのが広がるような、そういうお金の使い方しようっていう、まあそういうことです。そのための節約ということなんですけど、その結果自分の最適な生き方っていうのが見つかると思うんですよ。自分の生きやすいポジションというか、燃費っていうのかな、自分はこう どういうお金の使い方をするときになんか幸福を感じるかとか、なんか心地いいなみたいなことっていうのが分かってくると思うんだよね。背伸びしてその無理してね、お金使ってても幸せじゃないし、でやっぱ足りなくてもやっぱストレスが溜まるじゃないですか、無理やり節約しないといけないみたいな。だからそこをこう広げていくためにやっぱりいろいろお金を使って自分の最適な生き方みたいなのを見つけていかないといけないので、まあやっぱそれ本当にこうそこを見つけられないと、まあ、幸せにはなれないんじゃないかなというふうに思うんですよ。だからまあ節約っていうかお金の使い方を意識する、どういうお金の使い方をしていこうかなっていうのがまあ節約だと思うし、それが幸せにつながる道だと僕は思っているので、今節約大全というものをやっていて、で、YouTube チャンネルも節約大全公式チャンネルだし、これを一口馬なしチャンネルに変えるつもりはないですよっていうことです。で、斉藤ひとりさんっていう人いるじゃないですか、マルカンっていう健康食品の会社の創業者で、めちゃお金持ちの人ですよ。今どうなってるか分かんないけど、昔ねよくなんか本とか読んでた時期があって、でその人がねどっかでその遊びが大事っていう話をしていたと思うんですけど、遊びって車のハンドルの話ね、車のハンドルってこうね なんていうんですか、ちょっとは切っても何も動かないじゃないですか。例えばハンドルちょっと動かしただけでギュッて曲がったらもうなんかおーおーってなるじゃないですか。ハンドルもちょっと遊びがあって動くっていう、それがやっぱ心地いい乗りやすい車だと思うんですよね。何もないものっていう無駄なものっていうのもやっぱ必要なんですよ。であとね、その斉藤ひとりさん、あと法定速度と最高速度の話っていうのもしてて、最高速度っていうのがその人のポテンシャルというか深みっていうか、そういうものですよっていう話なんだけど、要は道路って法定速度っていうのが決められて40キロ50キロ50キロとかあって、でだけど車の最高速度って全然もっと速いじゃないですか。もう出そうと思えば200キロくらいバンって出ますよね。3倍とか出るじゃないですか法定速度の。じゃあ法定速度しか必要ないから車、日本の車は80キロまでしか出せません、100キロまでしか出せませんみたいなことになったら、それはそれで大変だと思うんですよね。60キロで走っていても追い越しをするときとか、なんか危険を回避するときにグッて加速するときってやっぱ必要だし、で追い越しするときは60キロで走ってる車を80キロでビュンって抜いて追い越して、で元の速度に戻るみたいなことって必要じゃないですか。だからそれもこう遊びと同じで残しておかないとダメな部分
なんですよね。わかるかな。その最高速度っていうのが、そのね、あの消費していろいろなものを経験したその人の経験値で、ね、例えばなんか高いコースでね、1人3万円ぐらいする焼肉屋さんに、美味しい焼肉屋さんに行ったことがあります、食べたことがあります、であの肉がこうだったっていう自分の中で基準ができて、でそれでそことこう比べてどうだとかっていう話とか、ワインとかもそうかもしれないけど、そういうのができるかどうかみたいなところで深みが出ると思うんですよね、経験値として。競馬の有名な人で言えば関口房夫さんって言ったじゃないですか、房一なんとかの、あの房一の関口さん、関口さんもやっぱり同じようなこと言ってましたね。どういうお金の使い方をするか、お金のないサラリーマンでもそれは日々節約して外食を弁当に変えて、昼飯を弁当に変えて削ってでも1ヶ月に1回その美味しいご飯を食べに行くとか、そういうお金の使い方をしろよ、俺はそうやって生きてきたぞみたいなことを、まあ、どっかで言ってたことがあって、そういうことですね。やっぱ自分のコンフォートゾーンをこう、そうどこにあるかって分かんないからね、それがすごく心地いいかもしれないし、いやそんな高いご飯はもう二度と食べなくても俺は結構です、全然落ち着きませんでしたってなるかもしれないけど、でもそれは経験次第だから、どこにこう最適な自分のポジションがあるかって分かんないですからね。それを知ってるか知らないかっていうのはやっぱり大違いだと思います。あ、まあ関口さんもそういうことが言いたかったんじゃないかと思うけども、あの人もねちょっとあのダメになっちゃった人だから、ちょっと説得力があるかないか分かんないけど、まあ、そういうことだと思いますよ。はい、僕もそのね当時乗ってたその、カイエンもねすごくいい車で、今あのトヨタの車乗ってますけど、また乗りたいなっていうふうに思うしね、でもそれはこう乗ったことがなかったら分かんないわけじゃないですか。馬にしてもサンデーレーシングの馬、キャロットクラブの馬、シルクの馬、まあ DMM の馬といろいろあって、まあ、ノルマンディーだ、ロードだ、トーサラっていろいろありますけど、いろいろなところで経験をしてみて分かることって、やっぱ最終的に僕はノーザンファームの馬がいいなって言ってますけど、ノーザンファームのクラブしか知らないの と、十何クラブ出資してます、そこで比べてみたい、やっぱりノーザンファームがいいよねっていうのとやっぱ違うじゃないですか。会費無駄でしょうみたいなことも言われるし、動画のためにやってるっていうのもあれはありますけど、だけど自分の中の経験値としてはそういうのがいろいろ溜まってきて、比較もできて、やっぱりそうだなっていう、まあ、あの話もできて、でそこに説得力が生まれてきたりっていうのもあると思うんで、生きたお金の使い方を、するためにね、メリハリをつけた消費をする、そのためにね、面倒くさがらずに、なお得なものっていうのは特に自分が得になるもの、それが例えば 1% でも 2% でもポイントが入ってきて、いい思いができるんだったらいいじゃないですか。それはどんどん利用していく行動力というか、面倒くさがらずに使っていく行動力がやっぱり大事だと思うし、これがまあ本当の節約術であるということを、うちのチャンネルではまあこれからも啓蒙していきたいなというふうに思っております、という、それを馬予算向上計画を1年間やってきて、僕が金谷さんと明さんを間近でね見てきて思ったことです。まあもともと思ったことなんですけど、成功事例として実際に数十万でもお金を貯めれたっていう結果が出たので、彼らも自信になっていくと思うし、こういう考え方をちょっとでもね、共感してくれる人が増えたらいいなというふうに思っています。ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらいいねだけでも押してってください。じゃあさようなら。